エニー・ハリス、レナード・アンソニー・ハリス、レオナール・アンソニー・ハリス、1964年10月28日対、は、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身の元プロ野球選手、内野手、右投げ左だ。現役時代はナリーグ一筋8球団でプレーしており、代打での通算安打212本の MLB、記録保持者である。6月6日の MLB ドラフトで、 シンシナティレッツから5巡目、全体108位指名を受け、2日後の6月8日、正式に選手契約を結んだ。その後はマイナーリーグで経験を積んで、プロ6年目となるに、レッツでメジャーデビューを果たした。対戦相手はサンディエゴパドレスで、ハリスはダイソーとしての試合出場だった。1988年は43打数という、 限られたチャンスの中で16アンダを放ち、372という高い打率を記録した。1988年に手話なバッティングを見せたため、メジャー2年目のは開幕からレギュラー格の手として試合に出場。しかし、61試合で打率、223と振るわなかった。1989年6月18日にティムリアリー。 マリアーノ・ダンカンとのトレードで、カル・ダニエルズと共にロサンゼルス・ドジャースで移籍した。移籍後も、54試合で、252と平凡な数字に終わった。しかし、開幕からドジャースで試合に出場できたは、打数が400を超え、300台の打率をマーク。高打者として、まずまずの働きを見せた。その後までは、まずまずの数字を残していたが、になって成績が急落。 FA となる年に結果を残せなかった。10月8日に FA となった。1993年12月1日にフルスノレッツと契約を結んだ。復帰1年目となったはストライキのあったシーズン。それも影響してか66試合の出場に止まったが、打率は再び300台に乗った。だが、欲は再び不振に陥り、200前半の打率しか残せなかった。 ワュンレキラーと呼べる程度に試合に出場。まずまずの働きを見せたが、打率が300台に戻ることはなかった。シーズンオフの10月31日に FA となり、同年の11月13日にレッツと再契約を結んだ、も、まずまずの働きを見せていた。1998年7月3日に、ジョン・フーデックとのトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。メッツでは、 打率こそ低調だったものの七十五試合で六本塁打を放ちパワーをアピールした。同年の十月三十一日に FA となった。九百九十八年十一月九日にコロラドロッキーズと契約を結んだはロッキーズで302迫る打率を記録した。九百九十九年八月三十一日にマイナーリーガーのベルバーニ・マルティネスと トレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。ダイヤモンドバックス移籍後は29打数11アンダーで379という打率をマーク。シーズントータルの打率を302乗せた。も引き続きダイヤモンドバックスで開幕を迎えたハリスだったが36試合で打率188と極度の不振に陥った。 2000年7月2日にビル・パルシファーとのトレードでメッツに復帰。自身二度目となったメッツでのシーズンは76試合に出場して300台の打率を維持した。3年連続でのシーズン中トレードから解放されたハリスはおメッツで過ごしたが打率222と期待に応えることはできなかった。またこの年にそれまでマニーモタ 元ドジャース他が記録していた代打での通算安打数を更新した。は、開幕前に猛烈なトレード劇に巻き込まれた。この大型トレードでラッシュと共にブルワーズへと移籍したハリスは122試合に出場して305という打率をマーク。打数こそ200に届かなかったもののベテラン内野手として渋い働きを見せた。 シーズンオフの10月28日に FA となった。1月27日にシカゴカブスと契約した。しかし、極度の不審に陥ってしまい、8月2日にカブスを解雇されてしまった。カブス解雇後に救いの手を差し伸べたのはフロリダ・マーリンズだった。8月11日に再びメジャーへの切符を手にしたハリスだったが、出場機会も極小に止まり、 結果を残すことができなかった。11月5日に FA となったハリスは1月2日にマーリンズと再契約を結んだ。しかし結果を残すことができず年齢的にも限界の近づいてきたハリスは10月27日に FA にいよいよ終わりの時かと思われたが12月7日にマーリンズと再々契約を結ぶことができた不枠を迎えたハリスは 少ない出場機会で300を超える打率をマーク。しかし3月29日にマーリンズを解雇された。途中からまでワシントンナショナルズで打撃コーチを務め、その後はマーリンズ参加やドジャース参加のマイナーでコーチを歴任。よりマーリンズの打撃コーチ補佐を務める。シーズン途中の5月にブレッドバトラーに代わり3塁コーチに配置転換され、翌まで務めた。 打者としてのタイプは、三振の少ない高打者タイプ。出場試合数及び打数にばらつきがあるとはいえ、300を超える打率を6度マークしたことがある。しかし、パワーはなく、1シーズンでの最多本塁打は6本が最高である。足の速さは平均以上。若かった頃には何度となく2桁盗塁を記録している。守備では、現役時代は三塁手、二塁手をはじめ、 外野守備につく機会も多かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。